台湾鉄鉄鉄道道道と東武の有効鉄道協定は今年年で8年目になりますこの間、乗車券やラッピング車両の交流に加え、2019年からは3年連続で台北市の南港駅でランタンを送るセレモニーや、対日双方の鉄道沿線の名称を PR する、 対日鉄道周遊マップなどの企画が行われてきました。今年の台湾ランタンフェスティバルは台北市で行われますが、これに合わせ、1日に南港駅にて点灯式が行われ、対日双方のノスタルジック駅の旅を楽しもうと題したケンケンパ、ホップスコッチゲームが設置されました。 台湾鉄道のチンユーボー主任秘書は今年は対日交流がコロナ前の盛況にまで回復すると信じている本日は台湾ランタンフェスティバルのこの時期に合わせ東武鉄道さんと時代を超えて対日ノスタルジック駅の旅を楽しもうというイベントを行うことになったと説明しました。 東武鉄道台北支社の山内昭彦経理は、コロナ禍後の対日の鉄道交流の再開は、まさに双方が新型車両を導入した時である、台湾鉄道は2021年12月に、新型都市間特急 EMU3000 を。 東武鉄道は今年の夏に新型特急スペーシア X を導入するがデザインが非常に似ており双方の車両に乗ることができればきっと面白い体験となるだろうと語りました台湾鉄道の陳主任秘書は EMU3000 は台湾鉄道において都市間列車の主流タイプとなり 日本の旅行者が台湾での鉄道の旅で最良の選択になるだろうと述べました。また、今年7月15日から運行開始となる浅草から日光を結ぶ東武鉄道のスペーシア X について、台湾の旅行者も非常に楽しみにしているだろうと語りました。